山品区。山品区は、京都市を構成する十一の行政区の一つ。京都市の東側にある、山品盆地の北部と、周辺の山地を、区の範囲としている。本校では、かつて同一地域に所在した宇治郡山品町、道町の調整前の名称である、山品村についても述べる。東山により、京都盆地から、音羽山や、大醐山、笠取山などにより、 大見盆地からは隔てられている。昔から京都と東北とを結ぶ交通の要衝であった。かつては滋賀県との境の農村だったが、現在は京都市街地や大阪のベッドタウンとなり、他地域からの移入者も多い。東側は滋賀県大津市との県境に接しており、大津との結びつきも強い。また、南側は伏見下大ご地区と接しており、 山品区と同一の生活圏や経済圏を形成している。山品区と第五地区とのつながりは、伏見区中心部と第五地区のつながりよりも深いと言われる。山品周辺は、古くから交通が盛んであり、東山を越える日の丘峠、大津地へ抜ける大阪関が東海道の要所として知られていた。山品は、東海道の街道町であり、 江戸時代には特に栄えた。また、大阪から南へ抜ける、奈良街道、奈良に戸があった頃の北陸道、東山を日の丘の南で越える渋谷街道、東国と六原丹大を結んだや、滑石街道、大岩街道など数多くの街道があった。来スノの大地には、縄文時代から人が住みやよい時代の大規模な集落跡も見つかっている。特に旧石器時代後期から、 室町時代にかけての遺跡が重なっている。中富の遺跡は重要な遺跡である。山品は古代より聖剣との結びつきが深く、669年には中富の鎌足りによって、少女、山品寺が作られ、七世紀末には天示天皇陵などが作られた。平安慶や比叡山延暦寺の創建後、安城寺848年、微車門堂門関、 過重寺、900年、万代郎寺、後の随心院、991年など多くの寺院が作られ、区外の山品川下流の第五、笠取さんの三上、山六は第五寺、874年が創建されている。中世には、山品僧、山品の僧という荘園があり、これを代々保持していた区下の一流は後に、山品家と名乗っていたが、 戦国時代を代表する教養人として知られた山品時継の第の1548に室町幕府によってこれを奪われている。室町時代後期の1478年に連苗によって山品本願寺が建てられ、長大な土塁に囲まれた地院軍と寺内町が山品盆地の大きな面積を占めるようになった。しかし、城郭都市のようになった。 本願寺の存在と門徒たちの勢いを恐れた細川晴元は京都市内をほぼ勢力下に置いた日練習虎と結託して一向を胸に打撃を加えようとした。1532年の天文発家の乱では日蓮宗徒たちは山品本願寺を陥落させ焼き打ちした山品本願寺の戦い。この後本拠を失った本願寺勢力は大阪。 石山本願寺に移っている。山品本願寺は廃墟と化したが、今も高い土類の跡が区内各地に残存している。江戸時代は、山品や忍びそして髭茶屋を追い分け、現在の宇津市を追い分けまでが、東海道、三条通りの開通に伴い、今は旧街道、旧三条通り等と呼ばれるの街道筋として、一続きの町となり、飛脚や、 三勤交代をはじめ多くの人々が行き交った。髭茶屋追分けからは、京都を通らず、大津塾と伏見塾、大阪を直接つなぐ伏見街道、大津街道が山品盆地を南へ走っていた。また京都に住む天皇のため近利五領地として宮中に、献上する作物を栽培したほか、近郊農村として、京都の市民に野菜などを供給した。また大石義雄倉之助は、 山品区の西の端にあたる、西の山に住み、あだ内までの間、四枚東山を越えて、祇園に通いながら、世間の目をあざむいていた。明治以降、琵琶湖疎水や東海道本線、現在の京阪京神線などが山品を通り、1933年に、京神国道、後の国道1号、現在の三条通が開通し、大正から昭和にかけては、千位。 染色関係の工場が立つな、京都の郊外住宅、工業地として栄えた。特に大きな工場は、1921年に西野にできた日本憲府であり、翌年金棒に吸収されその山品工場となった。多くの女工が周囲に住み、近隣には市場や映画館もできるなど、山品駅周辺の市街地下に密にした。 山品工場は1970年に長浜に移転し、跡地は山品団地となっている。また、京都郊外のレジャー地区として、ゴルフ場、ダンスホール、料亭なども開設されている。1931年に京都市東山区に編入されたが、この時点では住宅や工場は東海道沿いと山品駅周辺に集中しており、その他は、 竹やぶの散在する、近郊農村だった。戦後は、名神高速道路の京都東インターチェンジや国道1号線5条バイパス、区内の外環状線、国鉄、現 JR 西日本古西線が開通している。高度成長期以降は、盆地内の農地の宅地化が進み、大型団地が建設されるなど、京都や大阪のベッドタウンとなった。ただし、この際に、 道路整備が追いつかなかったことが、区内各所での渋滞が慢性化している原因にもなっている。1976年、昭和51年に、東山区から分布され、山品区となった。近年は、西大津バイパスなどの美和湖西中間道路や、京都市中心部から日の丘の下を通り、山品区を南に縦断する京都市営地下鉄東西線が通りするなど、 さらなる交通網の整備が進んだほか、山品駅前は地下鉄開通と共に再開発されデパート、大丸が入る再開発ビルが建設されている。そのため、山品駅周辺並びに地下鉄東西線が地下を走る外環状線沿線は活気ある街に育ちつつあるが、かつてのメインストリートであった旧東海道や第五街道の繁栄ぶりはなりを潜め、 空洞化が進んでいる。かつては京都市営バスも路線を保有していたが、地下鉄東西線開通時にバス路線再編で路線網を京阪バスに譲り撤退している。周廃郵便局である山品郵便局のほか以下の郵便局がある。なお、 郵便番号は607から00-08-09-80-81-82-83-84が使用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。